皆様こんにちは。医療倫理学遺伝医療学分野遺伝カウンセラーコースのコース紹介を行います。私当コース2回生の米井と申します。よろしくお願いいたします。現代の医療はゲノムや遺伝情報を扱うことが不可欠な時代となっております。そこで医療倫理学遺伝医療学分野においてはゲノム遺伝情報を利用した医療遺伝医薬理学情報に基づいたテーラーメイド医療をはじめとした先端医療研究に対応できる高度な専門的知識と技術並びにコミュニケーション能力を持ち患者家族の立場を理解して新医療とのインターフェースとなり得る人材を総合的に養成しております。教室の主な活動内容ですが、遺伝カウンセラーの人材養成が大きな活動内容の柱となっております。また、医療倫理学、遺伝医療学分野が一体となった教育研究活動、京都大学医の倫理委員会への参加、協力、医療倫理学的事項の助言、検討、また他の関連分野の研究等も行っております。その中の遺伝医療学分野、遺伝カウンセラーコースのコース説明となります。遺伝カウンセリングとは、遺伝に関する悩みを持つクライエントに対する情報提供や、心理・社会的援助を通して、クライエントと一緒に解決への糸口を探るコミュニケーションの過程のことを指しております。当コースは、その専門家である認定遺伝カウンセラーの養成を大きな目的としております。遺伝カウンセラーコースに入学すると、1年次前期には SPH の必修科目とコース専門科目の講義を受けます。そして後期からは演習と遺伝カウンセリング実習が始まります。2年次では実習と課題研究に取り組むこととなります。また2年間を通して近畿大学遺伝カウンセラー養成課程と合同で行うカンファレンスや各種学会セミナーに参加をします。充実した教育プログラムと教育サポートが受けられ、卒業時に認定遺伝カウンセラーの受験資格を得ることとなります。遺伝カウンセリング実習での実習施設は、京大病院遺伝子診療部、家族性腫瘍外来、小児科遺伝療育外来、耳鼻科遺伝難聴外来、および兵庫医科大学病院におけます出生前診療外来等があります。さまざまなケースの遺伝カウンセリングに同席し、クライエントやスタッフとのコミュニケーションやディスカッションを通して、遺伝カウンセラーとしての知識、技術、態度を習得していきます。これまでの遺伝カウンセラーコースの課題研究では、遺伝について悩むクライエントへの支援のあり方や、遺伝教育、遺伝学的検査の倫理、社会的問題に関するものなど、さまざまな研究を行ってきております。そして遺伝カウンセラーコースの院生には様々な経歴のメンバーがおります。これまでの在籍院生のバックグラウンドとしては、看護師、助産師、薬剤師、臨床検査技師等の医療系出身者、また理学部、農学部等の理系出身者、そして文学部等の文系出身者がおり、様々なメンバーが在籍していることがわかるかと思います。この写真は今年度の入学式の際の写真となります。遺伝カウンセラーコースの学生は、臨床遺伝専門医である小杉先生と和田先生、三宅先生をはじめ、当コースの卒業生で現在京大病院で勤務する2人の認定遺伝カウンセラーがスタッフとして在籍しております。この分野でトップレベルの指導教官、スタッフからご指導いただけるのが、京大遺伝カウンセラーコースの大きな特色となっております。そして現在の M1、M2 の学生となります。学生のバックグラウンドは多様ですけれども、それぞれの立場から遺伝カウンセラーになりたいと思って入学し、日々の学習や実習に取り組んでおります。卒業生の活躍の場としては、医療機関、臨床検査会社などがありまして、博士後期課程へ進学し、研究を継続することも可能となっております。昨年度も2名の卒業生が博士後期課程へ進学しております。詳細は個別
個別説明会で行います。場所は G 棟3階の315室になります。時間はこの全体説明会終了後すぐより開始させていただきます。事前連絡なしでも大歓迎で、軽食を準備しておりますので、現在の現役の学生や認定遺伝カウンセラーとゆっくりお話ができる場も設けておりますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。またお越しの際にはこのピンクのポロシャツを着たスタッフがちらほら存在しておりますので、お声かけいただけましたら教室の方までご案内させていただきます。発表は以上です。ありがとうございました。